日本列島の中の歴史文化というのはやはりまあ多様なものである、とその多様さをまあ遺跡から見ていこうと、まあ、細かい視点で少し見てあげることで、その多様さっていうのを浮き彫りにして皆さんに知っていただこうというような企画でございます。今年はですね、まあ初めての企画なんですけれども、北海道のオホーツク海沿岸の地域と琉球列島ですね、2地域を取り上げております。北海道の地域というのは本州とは違ったですね、考古学的な文化の歩みをしておりまして、本州で弥生時代とかいうですね、縄文時代以降の時代に入った時期でも北海道においては、まあ、狩猟採集の文化が続く、まあ、農耕をしないと、まあ、異なる文化的な歩みをします。で、まあ、俗縄文時代で、その後に、まあ、オホーツク文化、薩摩時代で薩摩とオホーツクが、融合したような飛び荷隊文化というものがあって、これらが少しずつですね並行しながら存在するんですけれども、まあ、最後にアイヌ文化になっていくというような流れです。で、彼らがどんなところに生活してたかというと、ずっとアイヌ文化期以前はですね、縦穴建物にで生活を続けるわけなんですけれども、その縦穴建物のくぼみというのがですね、埋まりきらずに残っていると。通常あの皆さんがよくですね、例えば発掘調査の現地説明会とかにいらっしゃってですね、縦穴建物を見たときはもう全部埋まっていて、現在の地面からかなり下がったところからこう縦穴建物の掘り込みが見えるというようなことが、まあ、一般的かなというふうに思うんですが、北海道においては異なっておりまして、今まさに現地に行くとくぼんでいると。で、このくぼみは何かというと、その縦穴建物の跡であるという、こう非常に特殊なというかですね、他ではなかなか見られない景観であるということですね。で、加えてですね、縦穴建物もこの時期がほらなかなか調査しないとわからないというふうになんとなく直感で思っちゃったりするんですけれども、実はですね、縦穴建物の形というのが、くぼみの形も実際の住居の形も時期ごとで異なっていまして、縄文の時期っていうのは円形だったり楕円形だったりするものが、まあ、そのオホーツク文化というものの縦穴ではですね、六角形とか五角形っていう多角形の縦穴になるんですね。で、まあ、でオホーツクのものはしかもこう大型の住居がありまして、そこにこう集団で生活するような生活形態っていうのが想定されていたりします。薩摩時代では、四角形の縦穴建物なんで四角形のくぼみが見えて、で、まあ、かまどが取り付きますので、そのかまどの痕跡も、まあ、見えたりするというようなところで、今現地評価で、調査をしなくてもあらかたそのどんな時期のものかというのが想定できるというのもまた面白いところです。そういうものを手がかりにして、その北海道でどういうふうに、まあ、アイヌ文化まで歩んでいくのかっていうのが、まあ、研究がされているというか、素材の一つとして、まあ、用いられているというところで特色があるかなと思いますね。他ではなかなかない調査研究方法ですし、まあ、やっぱりまあ景観ですね、まあ、見た目が数もいっぱいあるので、あの非常にぜひ、これもパネルの展示をしてますので、ぜひご覧いただきたいんですが、あの見たことないみたいな、その景観だと思いますので、はい、ぜひご覧いただきたいなと思います。2つ目の企画でですね、琉球列島、沖縄本島側というわけではなくて、奄美群島とかの鹿児島県側の地域が今回中心になるんですけれども、この地域もですね、いわゆる本州において農耕社会になってでもですね、北海道と同じように農耕化しない地域でした。で、これが変化してくるのが、まあ、9世紀から12世紀頃、農耕化に伴ってというか、時期を同じぐらいにしてですね、交易の拠点として、大規模な集落が出てくる、交易の拠点となるような遺跡が出てくる。で、その交易の拠点となる遺跡にはですね、本州からあるいはもっと南のですね、中国であったり沖縄であったりといった、この双方向的なですね、まさに交易の拠点といえるような、さまざまな地域から交易のために持ち運ばれたですね、異物が入ってくると、この琉球列島の交易の拠点としての、まあ、大きな特徴になるかなと思います。その交易が活発化してくるとですね、それとともに防御的な施設というのも整えられていきます。これがいわゆるグスクと
というふうに、まあ、一般的に呼ばれているものかなというふうに思うんですけれども、11世紀から15世紀ぐらいまでを防御的なものが備えられていくですね、グスク時代というふうにこの地域では呼ぶんですけれども、このグスクの在り方というのも交易の拠点が、本州側から、あるいはこのもっと南の沖縄とか中国側からとい う, こう両方の影響があると申し上げたと同じように、このグスクの在り方というのも本州の中世の山城とかの毛色が強いのか、それとも沖縄側のグスクといったものの影響が強いのかというので、これも2つに分かれるということが分かってまして、いわゆるこう中世の山城の影響下に影響を受けて成立した本州系グスクとか本州系の山城ですかね、まあ、本州系グスクと呼ばれているようなものと、まあ、沖縄が来た、沖縄系のグスクという2つがありまして、それぞれのグスク、あるいは山城についてさらにパネルで展示しているというようなところです。で、この沖縄系グスクの在り方っていうのが琉球王国の版図と関わるとも言われておりまして、今ですねご説明聞いてても話が複雑だなと思われたかと思うんですが、この複雑さこそが、この琉球列島版図、いわゆる奄美地域のですね非常に大きな特徴になっています。一様ではないというのが、いろんなところの影響を受けていろんなものがあるという点では一つにまとめられるんですが、それぞれの内容を見ると個々に異なっていて、これこそがこの地域の特徴であるというふうに今考えられますので、そのあたりをですねお考えというかですねいただければ嬉しいなと思います。非常に、まあ、北海道も同じなんですけれども、非常にこう写真だけ見てもとても綺麗なところだなというふうに思いますので、これでちょっと行ってみたいなということをですね一人でも多くの方が思っていただければ、私どもはもう嬉しいですし、遺跡もきっと嬉しいですし、地元の人も嬉しいかなというふうに思います。